안녕 シェルディです。今日はですね、ナイキのスニーカーの話ということでさせていただければと思っております。最近は夏セールが始まっててですね、えー、最大40%オフということだったんですが、その40%にですね、新たに200アイテム追加ってことでですね、割引率が30%から40%に上がったモデルであるとか、あと新しく追加されたセールになってなかったモデルなんかもあるんですね。まあ200アイテムって言っても全部がスニーカーってわけじゃないんで、アパレルとかね、子供用のものであるとかも含めてなんですけれども、だいぶ もうねこの夏セール売りに来てるなという感じがしますなんなら延長もするんじゃないかなという感じでね、えー、去年はね夏セールあったんですけれどもその後でですねナイキ祭りっていうのが8月ぐらいにあってそれがね結構長かったんですよね本当ね1週間ぐらいのはずだったのがちょっと延長して大体2週間ぐらいをねやってたんじゃないかなと思うんですけれども今回もねそういう風な感じになる可能性があるなというふうに見てますそれでアウトレット情報としてねもうすでにロイヤルリーマジンドがですね1 3999円で半分 販売されれててまますよっいいうコメントをいくつか見か見けましたこれねもしかしたら店によって違うこともあるかもしれませんし据え置きで、ね、前と一緒で1万7999円のところもあるかもしれませんただもしこの1万3999円での販売をしているということであればですね現在ナイキの夏セールで40%オフ対象になっているんですがその金額 16, 1万6170円よりも安いということでですねアウトレットこれから行く方にとっては期待が高まるところかなと思いますまあ、そんなセールも今大盛況というところなんですけども実はですねその 裏でででというかスニーカーカズ販売される限定品でもなくくセール品ででもななすねなんと最近インラインで発売されたにもかかわらず即完売してその後プレネになっているモデルがあるんですねそのモデルというのがこちらナイキ,キルショット2ですね一見これはシンプルな黒いスニーカーで白いステッチが印象的なものですけれどもこれがそんなになんで人気なんだろうっていう風にね思う方もいらっしゃるかもしれませんしかしこのモデルの通称名を見ていただくとピンとくる方もいるんじゃないかなと思いますこののモデルの通称名がブラックファン という風になってるんですねもう分かった方も多いと思うんですけどもこちらはトラビス・スコットナイキエア・ジョーダン・ワン・ローブラック・ファントムにインスパイアされたカラーじゃないかということで人気を博しているということなんですねパッと見これかなり似てると思いますこのブラック・ファントムは現在二次流通市場では10万円以上の価格で取引されているものなんですねなので人気モデルにあやかったジェネリック・トラビスとしてまたこれ出しできてるんじゃないかなということで今回ね僕は人気が出たんじゃないかなと思いますしかし今回のこのファントムのですねベースモデルとなって キルショット2っていうのは最近ナイキが頻繁にね色んなカラーを出してるっていうのをね感じてらっしゃる方もいるんじゃないかなと思いますそこで今回はこのキルショット2の人気の理由についてお話をさせていただいたと今回のこのファントム相当人気だったんですがそのですね発売から完売そしてスニーカーヘッズの反応現在どんな価格で取引されてるかっていうところまでですねお話をしていきたいと思いますよろしくお願いします はい、それではここから詳しくお話をしていきたいと思います。まずはキルショット2についてなんですが、最近ね、皆さんよくアウトレットとか行く機会あったら、割とキルショット2置いてるなっていうふうに思う方いらっしゃるかなと思うんですね。最初一見ね、ブレーザーローかなって思うぐらいのですね、かなりシンプルな作りなんですけれども、このキルショット2がどのようにして人気になったのか、そして最近ね、アウトレットに出てくるってことはイコールね、たくさん生産されているってことなんですけれども、えー、ナイキがたくさん生産している理由っていうのもね、考察してみたいと思います。まずキルショット2の オリジナルキルキショットにに関してては1970年代の後半に発売されれたと言われていますそしてその後、キルショット2は1979年に発売されたということですね。もともとは屋内で行われるスポーツのスカッシュであるとかラケットボールのために作られた屋内専用シューズだったんですね。しかしそのシンプルな形は汎用性が高いということで、屋外でのテニスにも使われることがあったそうです。そして普段履きのスニーカーとしてはですね、その当時も履かれていたかと思うんですが、カジュアルシューズとして人気が出たのはそれからかなり後っ とのことだったんですねそれが2009年のことなんですがアメリカのカジュアルブランドの J. クルーがですねこの復刻したキルショット2を独占販売したんですねその際にですね今でいうところのノーモコア系ファッション要するにシンプルなファッションを好む方たちにですね受けてその公表を受けてナイキの公式からも発売されるようになって近年の定番化に至ったと考えられています2009年から J. クルーで発売ということだったんですけども J. クルーの方ではこのキルショット2をすごくねロングランで販売していて2019年 10年年まで間販売が続いたそうなんですねそしてその10年間の間で特に人気が高かった時期は発売と再販を繰り返すというですねちょっと前のパンダみたいな現象現在でいシュプリームのエアフォースワンみたいな感じのですねそういった売り方をですねされて長らく販売が続いていたということだったんですねそしてここ最近はですねナイキの公式から発売される中でもかなり多色展開だとかですねプレミアムだとかの素材違いのモデルも出てくるようになりましたこれはおそらくですが今のスニーカートレンドの中でですね ボリュームの少ないスニーカーであるとかあと地味な感じのですね落ち着いた感じのスニーカーを求める層というのも増えてきてるんでそういった需要に合わせておそらくナイキが、えー、たくさん生産しているモデルの一つなのかなというふうに思います特に最近ではオリジナルのメッシュアッパーではなくてレザー素材であるとかあとガムソールとかですね上質な雰囲気であるとかあとクラシックなシルエットですね、えー、こういったところも人気の理由となっているかと思いますあとね、えー、このキルショット2っていうのは結構安いんですね基本的にインラインンラモデルととして、えー、スニーカーカズとかには ってこずですね。ナイキドットコムやナイキのね、店舗など、あと、小売店などでも販売のあるモデルになりますんで、1万円前後の価格で売られていることがほとんどなんですね。そして、先ほどお話ししてたみたいにですね、アウトレットの方でも扱われることが非常に多いというモデルですね。なので、モデルによってはすごい安い価格、数千円ぐらいで買うことも全然できるというようなですね、手が届きやすい上に、あまり悪目立ちしないようなですね、大人の雰囲気を持ってるスニーカーとして人気ということですね。そんなキルショット2なんですけれども、まあ、どちらかというと、ストリートファッションというよりは え、シンプルな感じの、まあ、先ほど言ったノームコアファッションみたいなね、そういった服装の方に好まれているモデルかなと思いますね。そんなキルショット2からストリート受けもこれ抜群じゃないかというモデルが発売されたということで、それが今回紹介したこちらですね。ナイキキルショット2ブラックファントムですね。これがトラビス AJ1 ローのブラックファントムのノックオフモデルっていう風に言われているということですね。まあ、ノックオフっていうのはね、コピー品とかの意味のスラングではあるんですけども、海外のスニーカーメディアではこぞってこういった言い方をされてですね、完全にこれはトラビス ブラックファンントムからイイスパイアさされれたモデルであるっていいう,うな認識がされています。そしてこれがね公式の画像が出回ったのも結構ね最近だったんですよ発売になる少し前にこれの発売情報が出たということでまあこの動きがねすごくインラインっぽいなって思うんですよねえー、注目モデルとかだったら公式画像が出る前に関係者からねリークした画像とかが SNS に出回ることがありますよねなんですけどもこのキルショット2に関しては公式画像が一番最初に公開されたということでしかも発売の直前ということで元々ね 誰かにギフティングされたりとかシーリングされたりとかですねえ、そういったことではなく、普通に発売される予定だったというふうなことが伺えるということですね。しかし、その公式画像が出回ると、スニーカーヘッズの中ではすごく話題になったということで、特に海外のですね、スニーカーメディアの方で報じられた際にはですね、たくさんのコメントがついて、これが欲しいかどうかみたいなね、アンケートを取ったりとかするようなアカウントがあったり、かなり盛り上がることになったんですね。そして、これが発売されたのが6月の24日ということで、ついね、先日なんですけれども、まずは海外で発売 になってアメリカではですねこちらが発売から1時間でインラインにもかかわらず完売するというようなですねとてつもない人気ぶりを見せたということですねこれねインラインでここまで売れるっていうのはなかなか本当ないですねナイキドットコムでここまでのスピードで完売するものっていうのは最近なかったんじゃないかなと思いますね多分ねエアマックスアイラっていうサンダルありますよねあれのホワイトがかなり人気で結構早くなくなってたと思うんですがそれに匹敵するかそれ以上の人気ぶりということでですねそして海外ののスニーカーカヘッズの間ではですね これが、えー、ジェネリックトラビスであると、トラビスノックオフモデルであるということでですね、ちょっとまあネタ的な人気でもあったんですけれども、すごく話題になっていたということだったんですね。で、日本はどうかというとですね、日本でこちらが6月24日発売された際ですね、なんと日本の方でも、えー、めちゃめちゃ早く完売してしまいました。僕も発売に気づいた時にはですね、もうすでに完売になっているということが分かって、僕が見たのは発売されてから数時間経った後だったんですけれども、販売ページに行くとこんな感じで、えー、歯抜けでね、サイズがまだ残っている感じで だったんですけども実はこれがでですね、えー、ファントトムストックとということでこのブラックファントムという名前の通りね、えー、幻であったということですね。カートには入るんですけども、生産までいかないっていうね。カートの中の在庫がありませんみたいな、そんな表示になってました。合否と天然比較を使われているアッパーということで、見た目的にはね、レーザーっぽい素材でね、アッパーが構成されていて、そこにね、白いステッチが入っていて、タンタク等ヒールパッチのところにはナイキという文字が入っているということで、かなりシンプルな見た目なんですよね。で、シューレースはね、白のシューレース。多分、会費もついてないんじゃないかな と思うんですが、えー、これをブラックに変えるともうそのままトラビスエイジアワンローのブラックファントムにかなり近い感じの見た目になるんじゃないかなと思いますねまあでも人によってはこっちの方が好きっていう方もね全然いそうな気がしますね、えー、トラビスのブラックファントムも正直ねやっぱりパチモンとかもよう出てますしあと結構履いてる人はね街でも見かけることがあったりするんでなんですけどもこっちの方はね多分即数結構少なく発売されてるんじゃないかなと思うんですよねまあ何万足とかってことはなさそうな気がしますねだからもしかしたらこ こっっちの方ががレアかもって感じがします、まあ、そんな感じでですね日本のナイキの方でもですねナイキー .com でこれ発売されてるんですけどもすごい本当に勢いで完売していたということでそして現在プレネがついていてですね二次流通、まあ、スニダンの方では2万円前後の価格で販売されているということなんですねこれは本当ね人によって全然ねその捉え方は違うと思うんですけどもこんなキルショット2ごときにこんな2万も出すってどうなんていうふうに思う人もいると思うしこの色だったら普通にかっこいいし2万円出すよって人もね全然いるんじゃないかなと。 と思いますね。これカラーウェイ的にはですねトラビス AJ1 もそうなんですけどもボーディのねアストログラバーとも似てるカラーウェイですよね特にねシューレースの色なんかもそうなんですがこのオールブラックでステッチが白ってほんと渋いなと思いますねさっきね冒頭の方でもジェネリックトラビスって話出しましたが以前に僕がねこういった動画出しましたよねリバースモカとかダークモカに似た色が出てるよって話をしましたこのねダークモカの方はトラビスのジェネリックというよりもエスケープカラーに似てるっていう風なねコメント欄での指摘もあったんですよね確か 確かにね昔からのナイキ好きの方はエスケープカラーというふうにね称されるかと思いますただこのダンク2種に関してはネクストネイチャーっていうねシリーズで今までも出てるんですけども新作として同時期にこの2色だけ発売されたんでこれはねまあ狙ってるかなとトラビスのジェネリックとしてですね発売してるってことをナイキが自覚して狙ってきてやってるんじゃないかなというふうに思うんですよね単体だけで出たらね分からなかったんですけどもセットで出てるっていうのはねちょっとそういうことを考えてしまうところがあるなと思いますそして今回のキルショート2もブラックファントムが 出ましたよねこれもトラビスで成功したからなんでこの3つに関してはですね僕はトラビスの成功があった上で発売したものではないかなっていう気がしますねまあその中でもですね素材感であるとかあとまあモデル自体の完成度も含めてですね今回のキルショット2はすごく成功したジェネリックの例という風な感じがしますねちなみにネクストネイチャーのねこのブラウンの方に関してはですね現在ナイキの夏セールで40%オフ退場になっているのでめっちゃ安くなってるんでもしね欲しい方はぜひというところですただコメントでもね来てたんですけどもネクスト そのシリーズはねリサイクル素材使ってたりするんで合皮だったりする部分があるんですねだから通常の革のダンクと比べるとですねちょっと履き心地違ったりとか雰囲気違ったりするとこもあるかもしれないですねなのでナイキの店舗に行っていただければねこれナイキ直販限定のスニーカーなんで質感なども確かめるかと思いますんで一度見ていただいてからですね買っていただく方がいいかなと思いますまあそんな感じでですね今回またトラビスジェネリック系のスニーカーが出て話題になりましたよということでしかもね全然今回プロモーションなく かったんですよね前のねそのネクストネイチャーシリーズのダンクに関してはですね新着アイテムっていうね広告バナーみたいなやつがナイキのねホームページにあったんですけれどもそれの一番最初のね表紙のど真ん中のところにですね出てきてたモデルなんでちょっとフィーチャーされてる感はあったんですけども今回のこのね、えー、キルショット2ブラックファントムに関しては全く何の告知もなく普通にインラインとして発売されたんでかなりこれね、えー、情報キャッチしてる人も少なかったんじゃないかなと思うんですねだから今この動画を見て初めて知った方もね、えー いらっしゃるかと思うんですけれども、こういったインラインやのにプレネが付くモデルがですね、実は発売されていたという面白い話でした。まあ、トラビスジェネリックっていうようなですね、縦付けがなかったとしても、このカラー普通にかっこいいかなと思いますんで、プレネ付くほどではないかもしれませんが、完売してた可能性もあるなと思いますが、皆さんいかがですかね、これに関して。皆さんの感想もよかったら聞かせていただけたらと思います。 はい。ということで、いかがだったでしょうか、えー、今回はですね、ジェネリックトラビスまた出ましたよということで、キルショット2のブラックファントムを紹介させていただきました、えー。こんな感じでですね、インラインで出たスニーカーがたまにね、プレでポンとつくときがありますよね。あとね、プロモーション全然されなかったのにすごい人気であるモデルとかね、えー、こういったものがたまに出てくるというのがね、やっぱ面白いですね、スニーカー。まあ今回はね、ナイキのスニーカーということで話しましたが、こういったことがですね、他のブランドでもおそらくね、あるんじゃないかなと思います。 隠れた人気というか、本当ね、人気なんですけれども、コア人気みたいな感じのものがあるんじゃないかなっていうふうに思ってて、ちょっと最近発売するもので言うとですね、6月の29日に、プーマからスピードキャットっていうスニーカーが出るんですよね。以前に僕がね、ハフのエアマックス1をライブコップしようとした時にですね、それは買えなかったんですけども、スピードキャット買えたっていうのがありました。で、その時僕は赤を買ったんですね。で、先行発売だったんですけども、今度ね、一般発売として赤と黒と発売されるんですが、これがね、海外のプーマではすごく猛プッシュされてるんですけども、日本では あんまり多分ねスニーカー好きの皆さんの中でも話題に上がってないんじゃないかなと思うんですが僕はね多分 NEXT これ来そうやなというな感じはしますね一応ねこの PUMA ーー公式だけじゃなくていろんな小売店さんの方でもね ABC マートとかもあったと思うんですけど Atomos とか、えー、でもあったと思うんですが発売予定されてるのであんまりね話題に上がってないんですけれどもこれは注目すべきかもしれませんというモデルですねまあそんな感じでノーマークのところからですね急にパーンと人気になるモデルがあったりとかですね そんな可能性を秘めているモデルも実はゴロゴロ、えー、存在しているのかなというふうに思います。皆さんいかがですかね今回のこのキルショット2ブラックファントムもしかしたらこのね、えー、動画の視聴者の方でもですね購入された方いるんじゃないかなと思うんでもし届いてたら、えー、どんなスニーカーだったかっていうのをね手に取った感想などを書いていただければこれから再販もしくはね二次ルーツで購入する際の皆さんのですね参考になるかと思いますんでよかったらコメント欄に書いていただけたらと思いますあと皆さんのねこのキルショット2ブラックファントムに対する感想もそうですし このキルショット2の他のモデルも持ってらっしゃる方いらっしゃるかと思いますのでご自身の持ってるキルショット2どんなモデルかとかですね履き心地はとかですねいくらで買ったみたいなそんな感じのね情報をよかったら共有していただけたらと思いますということで本日もご視聴いただきありがとうございました CRD でした すいません、ここまで見ていただいた方、ありがとうございます。最後まで見ていただいた方にですね、耳寄り情報があります。え、このキルショット2のブラックファントムはですね、え、もうすでに売り切れていますが、再販が実は決定したっていう話がですね、この編集中に発覚しましたんで、お伝えしたいと思います。え、7月の5日9時にですね、ナイキのホームページの方、ナイキ .com の方で販売がありますんで、もし欲しい方はぜひそちらの方をチェックしていただけたらと思います。今ね、二次流通でも安くなってきてますけれども、え、プレネージじゃなくて低価で買いたいと、そして、 ナイキの公式で買いたい人はぜひチェックしていただけたらと思いますということで本日もご視聴いただきありがとうございました改めて失礼します。